野崎チャンネル。さあ皆さんこんにちは。ということで今車の中ですけども、移動中にね、駐車場に置いて撮ってます。はい、今日の佐々木チャンネルはね、オフになってから始めた佐々木のピックアップニュース。日常のニュースで佐々木が気になったことをより詳しく解説、そして佐々木が言いたいことを言うというこの企画になっております。なんとかヘッドライトを当てて明るさを保っておりますけども、なんと今日ね、皆さんにお伝えするニュースはこちらです。選手会は FA 取得を6年に短縮&人的保障の撤廃を求めていく方針というねニュースが出ましたけども、まあね、労働組合日本プロ野球選手会は5日、大阪市内に定期大会を開き、フリーエージェント権の取得年数の短縮、人的保障の撤廃を求めていく方針を確認したというところになってます。現状はね、国内 FA が高卒が8年、大学社会人出身が7年、2006年ドラフト以前に入団した選手は全て全員8年で、海外 FA が9年となっているのを、国内も海外も6年で統一を目指す、いうところで、そして選手会のね、森事務局長は、今の FA 制度というのは、獲得に動けるのはお金のあるところだけとなるから良くないんじゃないかと、説明していると。年俸も高額の選手が FA の対象となる場合が多いしね、人的保障についても、今までは若い選手が活躍の場を与えられていたが、最近はベテラン選手になってきて、権利を使う人が使いにくくなっていると。保障については何とかして方がいいかと。ね、年数もそうですけど、すべてが使いにくい FA 制度の改革を求めたっていうところありますけども、まあこれ一つね、佐々木が言いたいことは、人的保障があるから、FA 権を、使いにくくなったっていうところはね、それはないと思いますね。そして今ね、広島の相澤翼ね、選手会長がいますけどもね、選手がね、どう思っているのか話すね、いい機会になったと。FA 取得条件を国内海外ともに6年に短縮するよう要望したと。また FA 移籍に伴う人的保障の、廃止も訴え、使いやすい FA 制度となることを目指していくと。まあね、大体ね、選手会の、総会っていうのはね、年に、まあ今わかんない、俺らの時で言うと2回行われてます。1回はね、の、オールスターの時。そして2回目はこの大阪でね、今名前が変わったと思うんだけど、昔ね、大阪城ホールでね、スポーツフェスティバルっていうのをね、開かれていて、それのね、前日に行われるっていうところでね、多分それが同じようにね、あれ、ニューオーダニーだったかな、ホテルでね、行われてる2回目。でね、キャンプでね、選手会が12球団回ったりとか、各球団ごとにね、小さくっていうのはいろいろね、選手会と接点ある会合はありますけども、大きなね、総会っていうのは基本的に年2回。これがね、まあ、年末というところと、で、もう1点がね、育成制度についてと、本来の目的以外に使われていることが、多々目立っていると、ルールのもと戦っているのがプロ野球、ルールをねじ曲げることがあってはならないと。で、プロテクト外しじゃないかという意見も出たというね、まあ、そんなのはもう昔からね、言ってることであって、だからね、これをね、まあ、どうするかっていうね、問題なのよ。そしてね、選手会がもう一つね、お題に挙げているのが、マイナー AFA っていうね、まあ、これは過小だけども、まあ、森事務局長もね、余剰戦力を保険で抑えるのではなく、12球団で共有してほしいと、いうところがあって、一方的に選手が有利になることだけを求めているものではないと、球界全体のことを考えて制度を作りましょうと伝えているというね。こちらがね、まあ、FA、そして現役ドラフトにかからない、まあ、いわばですね、マイナー FA のターゲットは、キャリア全盛期ながら一軍出場機会に恵まれない、30歳前後の選手に主体的な移籍のチャンスが生まれると。だからまあ、FA 取得もできない。で、年齢だけかさむ一軍のチャンスがないっていう人にね、このマイナー FA っていうところを導入、してほしいっていうところと、まあ、大きく分けたらこのね、3本立てかなと。FA の短縮、そしてマイナー FA の導入、そして、人的保障問題と、育成契約、まあ、4つかなっていうところを今回選手会が訴えてるんだけども、まあ、これね、同じ話何回もすることになるんだけども、まずはね、この FA 権っていうところのね、制度の問題でもそうなんだけども、今までもね、この日本のね、フリーエージェントっていうところで言うとね、まあ、1993年にね、始まったんだけども、その時はね、10年、
FA 権ね、10年しないと取得できない。ドラフトの逆指名制度で入った人は10年。それ以外の選手は9年っていうところで、1993年から始まって2002年までね、約10年間行われてきて、で、2003年からは逆指名制度による選手も含めて、全選手が9年で取得できるようになった。で、そして、2008年からは、まあ、現行のね、制度であって、2006年までにドラフトで入団した全選手は、8年。そして2007年以降のドラフトで入団した高校生の選手は8年。で、2007年ドラフトで入団した大学社会人選手は、7年。ね、国内 FA。で、海外はもう9年っていうところでね、なってきて、まあ、ちょっとずつではあるけども、このね、ドラフト、FA のね、年数っていうのが下がってきたっていうところでね、まあ選手会も、これ実績がね、あるわけよね。まあその中で、まあもっと少なくなっていってほしいっていうところでね、まあ国内海外も含めて6年って言ってんだけども、まあこれはね、まあポスティングも、まああるね、まあそれはもう全球団が、対等に行ってるわけじゃないから、球団によったらポスティングを行わないっていう球団もあるけども、まあポスティングも行われるようになってきた。もしくはね、入団時にこのポスティングとセットで交渉できるようにもなってきたっていうところを考えると、まあ球団側はこの国内は下がったとしても、海外の FA 権9年っていうのは多分難しい。これをね、下げることはね、ほぼほぼ無理。この球団の利害関係じゃやっぱ日本の野球を守りたいって思ってるね、人が、まあ、これで守れるか守れないかっていう議論はまた別の話だからしないけども、っていうところでね、この9年っていうのは治らない。じゃあ国内 FA 権を6年にするっていうね、ところで、でね、この先ほども言ったように、移籍がね、活性ができてないと、お金がある球団しかね、取れないと。っていうところになるけども、やっぱね、これ何回も言ってるけど、FA 制度の一番の問題点は、FA 宣言しなきゃいけないってことなのよ、結局は。だからこれね、佐々木チャンネルで何回も言ってるけど、選手会はもう、リスクはあるけども、もうそこは、全員自動 FA になるっていうことを、訴えて、6年で、セットでやっていくと、これね、全体のね、年俸が下がる。今は FA 宣言する選手が少ないから年俸がどんどん高騰化していくんだよね。球団側のメリットからすると、この自動 FA になった時点で市場がめちゃくちゃ活性化されて、選手の年俸を逆に FA 選手の年俸を、まあもちろん高くなる選手もいるけども、全体的に抑えれるっていう傾向がね、できてくるんじゃないのかなって俺は個人的に思ってるのね。それなぜかっていうと、もうね、FA 選手がいっぱいいるってなった時に、まあもちろんこの A っていう素晴らしい日本を代表する選手を取りたいと。でも、この B っていう選手でも、そこ A の選手まではいかないまでも、それで準じた成績を収めれるから、そっちでいいかってなってくると、そのマネーゲームに、ならないんだよね。ってなってくると、この年俸化っていうところが抑えられるっていう球団としてもかなりメリットがある。しかも自動 FA になることによって、FA 宣言しますって手を挙げなくても、他の11球団と交渉できることによって、それが移籍が活性化されたりとか、移籍するつもりは全くなかったけども、話を聞いてみたら、すごい条件で移籍できるってなって、じゃあ FA 移籍しますっていう選手も増えてくれば、まあもちろんそのデメリットとしては、そのまま、自由契約選手として引退していく選手たちが出てくるかもしれないっていうところはあるけども、上を伸ばそうとしたらもう下守りきれないからそこ思い切って切っていくっていうところの覚悟を持った改革をできるかどうかが選手会が勝負なんだよね。だからここで6年で自動 FA にします。それでどうですかっていうと、球団側は年俸を抑えられる。そして幅広く活性化される。選手にとってもメリットは大きい。球団にとっても高年俸化しなくても、マネー競争しなくても済むってなった時によ、めちゃくちゃ球団側にもメリットがあるわけ。年俸が抑えられるっていうね。で、抑えながらいい選手が取れるっていうところで、やっぱり市場にいっぱいね、集まると需要と供給のバランスっていうところになってくると、やっぱり供給が増えてくれば、ね、やっぱそれ抑えられるっていうのが市場の原理だと俺は思うからね、その経済の詳しいことはわからないけどもね。で、そうなった時に、球団側のメリットもあるから、やっぱ6年で行く部分には、やっぱりその自動 FA、これにすると、ね、FA が使いにくい制度っていう表現がまず間違ってんのよ。使うじゃないのよ。FA なるなのよ。この FA なるっていうことができれば使うってなるから使いにくいわけであって。なったら使うも使わないも自動的にそうなるわけだからね。だからここもね、やっぱり何回も言ってるけど、選手加害側は、やっぱ6年、その自動 FA、これね、セットで行くと多分通る可能性は俺はあると思う。
球団側にもこの年俸が高騰しすぎなくていいですよ、マネー競争しなくてもそれに準ずるいい選手、額払うんだったらその額で2人選手取れる可能性ありますよっていう風になっていけば、めちゃくちゃね球団側にもメリットあるから、ここはやっぱりね高年俸じゃない人たちも移籍しやすいように、それがねこの移籍の活性化と、あとは買い殺しを防ぐっていうところのめちゃくちゃ一番、俺はもうこれが一番いいアイデアだと思うのよ。だからもう選手会はそんなのね、6年6年とかって言ってて、まあ過去の実績があるからね、ちょっと大げさに言っといて、ちょっとでもね下げれれば OK っていうところのね試みがあるから、まあとりあえず打ち上げなきゃいけないと、佐々木さんそれ分かってますよと、分かってますけど、まだ大きく打ち上げて、でそこをまとめながら折り合いつけていきましょうとね、賠償金とか慰謝料とかをまずバーンと高めに言うでしょと、で抑えながらいいところで和解していきましょうっていうね、先方なんですよ、分かってますよってね、多分言うかもわかんないけども、でも結局それをやろうと思っててやんないのと、やらないと思っててやんないのでは全然違うから、やろうと思ってたらいいんだけども、これやろうと思ってなかったらやっぱそこはね大問題だと思う。だからもっと自動 FA とセットにすれば、無条件で移籍は活性化する、球団側は年俸は高騰しなくて済むっていうところで双方のメリットがあるから、俺はこれでね訴えかけたらいいと思うので、マイナー FA っていうところもね、その FA 権を取れないでも30前後になってる現役ドラフトに乗りにくい選手たちを移籍を活性化するためにって言ってんだけど、これも結局今の FA 制度と準じて FA 宣言するっていうのを選手が選ばなきゃいけないんだったらもっとできないからね、FA 選手よりも。だってそんな、まあ、言い方悪いよ。そんな中途半端な成績で、ね、FA しますって言って、取ってくるとこ、取ってくれるとこなかったら、うちも入れませんってなったら、もう自動任意引退だからね。だから結局は、このマイナー FA っていうのも、もう FA になるなんないと、自動的になって、もう自由に交渉できますよと。で、その中で、どこと契約するかっていうことを決めれますよっていうんだったらいいけども、結局は自分自身で、あ、マイナー FA 権の権利取ったんで、いろんな条件込みで、じゃあ FA 宣言しますみたいな感じになったらよ。おいおいおいって、なるじゃんね。で、しかもどこも行くとこなかったら、自分で自由任意引退みたいな感じに、自動的に引退みたいになるわけよ。どっちかっていうと FA 持ってる人よりマイナー FA の方が宣言しづらいからね。で、そうなった時には結局そんなの作ったって誰も活用されない制度になるのよ、マイナー FA なんてね。だから、マイナー FA こそもう自動 FA にして交渉進めていかないと、正直全く意味のないね、ことになる。で、育成選手のね、FA の人的保障の雲隠れになるんじゃないのかとかね、育成を目的としてんのに、怪我人のっていうところになるっていうところはね、まあ、ここね、もうね、故障者制度を作って、各球団に故障者枠っていうところを作って、育成にしないっていうところをやるか、その年度中に育成に落とした場合は、これも何回も言ってるけども、もう人的保障の対象選手になるっていうところを組み込んでいくと、その人的保障逃れっていうところはできないから、だからやっぱりそこをね、まあ、その年に育成に落とした選手っていうのはもう自動的に FA の人的保障の対象外になりますよ。もうこれでいいのよ。これをしとけば人的保障逃れできないから、その一文入れる、もうこれだけにこだわってやった方がいいと思うね。あとは人的保障ね。だからまあここはね、人的保障を廃止するんだったらやっぱり自動で FA 選手になる、もしくは来年のドラフト権と交代にやっぱしていかないといけないと思うね。だからそれができればいいと思う。だからもう一番もう全部が手っ取り早いのは本当にもう自動 FA にしてくださいと。その代わり人的保障をなくしてくださいと。で、市場活性化しましょうと。で、6年にしましょうよ。ほんで、どんどん流動的になってやるにしましょうよ。その代わり、それで戦力外になってくる人が出るのはもう仕方ないと。ね、その代わり活性化しましょう。もう自動 FA になるように全員でしましょう。もうこれがね、すべての問題をクリアするのよ。マイナー FA 導入してもクリアされるしね。無理に育成にね、人的保障逃れすることもないし、結局ね、これだと思う。あとはもう6年にする代わりにドラフト完全ウェーバー、もうこれでセット。入り口はちょっと難しくなるけども、もう6年ですぐね、どこでも出れるし、しかも自動 FA になってね、全員が、別に実績あるない関係なく、全員が好きな球団とかいろんなところにね、FA 権取ったら契約できるし、もしマイナー FA で10年とかなんとかね、いろんなルールの下で、そのマイナー FA 権取ったらね、選べるしっていうところでね、入り口は狭いけど、出口広くしてやっていけばね、全部が通るのよ。
だからまあこの問題はね、もう全部は、ドラフトは完全ウェバー、そして国内 FA 権6年にして全員自動 FA、 もうこれでね全て解決する。だからこういう風に俺はね選手会に持っていってほしいね。ここまでできる根性あるかどうかだよね。自分たちの痛みを背負ってでもいいものを取るっていうところのやっぱ痛みもね、球団にもやっぱりメリットを与えなきゃいけないからね。だからここまで言ってほしいね、俺は選手会に。そしたら俺はね、ひょっとしたら話通るかもしれない。でもね、海外の9年は絶対通んない、ってこれは多分ね言い切れる。だからもうここは切り離して通るところをやっていくっていう分では、俺はそれが一番現実味あっていいと思いますけども、皆さんどう思いますか、この里崎の案。まあこれでね、通るか通らないかは別として、オーナー会議の議題には多分挙げてくれると思うんだよね、方法だとね。まあ、メリットも球団側にメリットもかなりあるからね。そういったところをね、今回のこのニュースではね思いました。多分この感じだと通んないね、ほぼほぼ。やっぱり痛みを感じなきゃいけないんでね。でも皆さんは里崎のこの意見どう思いますか、コメントなんでぜひお寄せください。ということで、里崎のピックアップニュース、気になったことについて解説、そして言いたい放題でした。それじゃあ。